そんな、モリスさん、あなたって人はどうして今になってそんなことを言うんだ。はあ、私にもどうしようもなくて、本当に急に起きた問題なのだよ。では俺の英英はどうしろと。それは君が自分で何とかするしかないな。あるいは私の忠告を聞いてこの英英祭は諦めるかだ。親愛なる旅人にパイモンじゃないか。いや、まさかこんなタイミングであなたに会えるなんてな。元気だったんだが、たった今秘宝に打ちのめされたところだ。英英の撮影に協力してくれていた出資者が財政難のため資金援助ができなくなったらしくてな。じゃあ別の出資者を探せばいいんじゃないか。いや、今回の契約はフォンティナリア英英祭のために特別に結んだものでな。祭りが終わるまで他の出資者に協力を仰いではならないという規定があるんだ。フォンティナリア英英祭？ああ、フォンテーヌのフォンティナリア祭に参加するのは初めてか。だったら説明してあげよう。フォンティナリア祭は純粋精霊を探し水神エゲリアを迎えたという伝説の純粋騎士を記念して設けられた祭日だ。この日はフォンテーヌの建国、そしてこの地特有の法律と審判と密接な関係にあり、フォンテーヌで最も重要な祭日の一つでもある。グザビエの表情が急に歪んだぞ。まるで苦虫を噛みつぶしたみたいに。今言ったのは全て本に書かれている内容だ。その定義に関することは不要な議論を避けるため、引用が必要な場合はいつもこうやって言うことにしてるんだ。でもおかげで分かったぞ。モンドのウィンドブルーム祭とかリージュへの回答祭みたいなもんだな。ああ、そういう解釈で構わない。何せ祭りだからな、誰もが喜ぶものになってる。他の国の祭り同様、フォンティナリア祭が開催されている数日間はフォンテーヌ邸で様々なイベントが催されるんだ。それから人々は純粋騎士を称えるため、その格好を真似た特別な衣装を着て金牌を手に持ち、家々を回って純粋を求める。だがここ数年フリーナ様はそれではつまらないと思ったらしく、純粋を求めるからお菓子をねだるに変えたけどな。いかにもあいつらしいな。今やある種のカーニバルのようになってる。子供たちは大喜びだがな。毎年誰かがトライアルオアトリートというのが聞こえるようになったよ。なかなか面白そうだな。でもお前がさっき言ってたフォンティナリア英英祭ってのは何なんだ？おっと、話が脱線してたな。きっと旅人に会えたのがあまりに嬉しかったせいだ。本題に戻そう。フォンティナリア英英祭は今年フォンテーヌ英英協会が打ち出したイベントなんだ。英英技術は日に日に進歩しつつある。今こそこの芸術がもっと多くの人に注目されてもいい頃合いだろう。だから協会はこの期間中に英英作品を公募し、最後に選考を行うことにした。最も得点の高かった英英は協会からフリーナ賞が授与される。何賞だって？水神様の名を冠したフリーナ賞さ。ああ、フリーナ様が在位中につけられた名前のはずだから、今となってはまあ誰も解明を提案しなかったようだ。みんなぴったりだと思ってるのかもな。もう水神ではないとしてもフリーナ様がフォンテーヌの大スターとして舞台上で輝く姿は誰の目にもはっきりと映っていたのだから。
なるほど。そう言われてみれば確かにぴったりだな。はあ、でも資金面で問題が生じるとは誰が予想しただろうか。このままでは千織さんやはるばる稲妻から駆けつけてくれる出演者にどう説明したらいいやら。千織？なんか聞き覚えのある名前だな。どこで聞いたんだっけ。そう、その彼女だ。アートディレクターを担当してもらおうと招いたんだ。この永遠の出演者のイメージデザインも含めてな。ああ、思い出したぞ。ナビアが自分の服は千織にオーダーメイドして作ってもらったって言ってた。それにキララも。千織さんはなんというかそのズバズバっと物を言うし、仕事もビシバシやる。フォンテーヌのファッション業界では雷鳴の最近師と呼ばれてるんだ。彼女の優れたファッションデザインのおかげで多くのフォンテーヌ人が稲妻に深い興味を抱くようになった。で、話を戻すと、千織さんは俺が招いた稲妻の出演者と知り合いでな。今回の永遠の国際協力も彼女の助力のおかげなんだ。本当に気立てのいい女性だよ。稲妻の出演者って誰だろう。オイラたちの知り合いかな。なんなら一緒に純粋線の乗り場まで迎えに行くか。時間からすると純粋線はもうじき到着する。千織さんともそこで合流することになってるんだ。しおりさん、出資者との話はもう済んだのね。純粋線はまだついてないわよ。ん？そちらは？ああ、紹介しよう。こちらは旅人とパイモン。はじめまして、よろしくね。うん、よろしくな。しおり屋の店主はすごいって噂には聞いてたけど、やっと本人に会えたな。ありがとう。
あのお嬢様の身分に釣り合わせるにはあれくらいするのがちょうどよかったの。それで何があったの？顔色が悪いけど。実は大変なことがあって。また待ってくれ千織さん。あの出資者に問題があると注意してくれたことは分かってる。絶対にあるでしょ。だがどうしても断れなかったんだ。彼はあの時他の人の倍の額を提示してくれたから。そこが問題なのよ。こちらにも訳があるんだ。こんな素晴らしい脚本を手に入れたからには当然この栄誉をきちんと取りたいと思って。だが他の人が提示してくれた額では制作費を賄えない。やっとのことで大金を出してくれる人に出会えたからつい。落ち込むなよグザビー。おいらたちが少しはモラを集めてやれるかもしれないぞ。ありがとうパイモン。その気持ちはもらっとこう。でも永遠にかかる費用は莫大で、かき集めたところで役者の出演料さえ払えないかもしれない。ま、過ぎてしまったことは仕方ないか。でも諦めるにはまだ早いわよ。え、もしや千織さんには何かいい方法が？そういう意味じゃなくて、まだ話は終わってないって言っただけ。何しろ私が推薦する役者はモラより別のものを大切にしてるから。ほんま？じゃああんたらはどこに住んどる？私たちメルジーヌの家はメルシー村にあって、水の中に入らないといけない場所にあるの。はあ、そうやったら毎日仕事が終わるとクタクタやろ。ごっつ長い道のりを泳がなあかんねんもんな。あなたって優しいんだね。でもフォンテーヌ邸に住むことを選ぶメルジーヌもいるんだよ。その方が何かと便利だから。着きましたよ。え、もう着いたん？もっとアイベルちゃんとおしゃべりしたかったのに。アイベルさんの案内、私も楽しませていただきました。詳しくて情景の描写も鮮明で興味がつきません。ありがとう。私は普段いつもこの純粋線に乗ってるから、また会えるといいね。紹介できてない観光スポットもまだまだたくさんあるんだ。フォンテーヌ邸へようこそ。しおりさん、見違えました。あなたが稲妻を離れてから顔を合わせるのはこれが初めてですね。うん、私もこんなに長い時間が経ってるなんて思いもしなかった。当時は急いでてお別れの挨拶もしてなかったもんね。お招きいただきありがとうございます、グザビエさん。この度のフォンテーヌでの旅の収穫を楽しみにしています。神里さんにお越しいただけるとは、こちらこそ光栄です。グザビエが言ってた出演者ってこいつらのことだったのか。あら、旅人さんにパイモンさん。おー、奇遇やな。来る途中、彩香ちゃんとあんたらの話をしとったんやで。二人も永遠を取りに来たん？オイラたちは会場でグザビエにばったり会って一緒についてきたんだ。せやけど、うちは出演者とちゃうで。役者は神里様と彩香ちゃんの方で、しかも主演。うちは彩香ちゃんに便乗してくっついて遊びに来たんや。いや、それは永遠の準備をしてるとき全然連絡が取れなかっただろう。旅人も自分の用事で忙しいだろうから、邪魔しちゃ悪いと思って。だからこの永遠では旅人のことはひとまず頭の片隅に置いて、
他の主演俳優を探すしかなかったんだ。フォンテーヌに来る途中、私も長いこと考えていたんですよ。どうやったらあなたたちに会ってびっくりさせられるかと。でもまさか先を越されるなんて。あれ、お互い知り合いなのか。それは奇遇だな。こうしてここで再会するなんてそうあることじゃないぞ。よし、こうしよう。ホテルデボールに場所を移して食事しながら話そうじゃないか。席も予約してある。え、オイラたちの分もか。もちろん。料理を多めに出してくれるよう支配人に頼んだか。ではお言葉に甘えて、グザビエさん、ご案内よろしくお願いします。わあ、フォンテーヌの建物ってみんな背が高くてでっかいんやな。アイベルさんが話してくれた噴水もありますね。とても美しくて華やかです。真ん中の大きな玉はどうやって回転しとるんやろ。あれがクロックワークっちゅうやつか。稲妻の味とは全然ちゃうわ。なんちゅうか、作り方がもっと手が込んどるっちゅうか。いろんな味が重なり合ってて美味しいわ。俺が稲妻にいた時は逆に味があっさりしすぎてて慣れるのに時間がかかったな。さて、今回の目的に話を戻しましょうか。グザビエさん、永遠の準備は今どこまで進んでいるのですか。ええ、撮影クルーはほぼ揃っています。照明技師、道具係、衣装のデザイナー、脚本も小説の作者から版権を買い取りました。あ、二重詩やろ。来る途中であんたが送ってくれた台本読んだけど、ええ話やな。もともと神里さんと彩香さんがフォンテーヌに着いたらすぐ撮影を始めるつもりだったのですが、問題が一つ起きまして。お聞かせいただけますか。今朝になって突然、永遠の出資者であるモリスさんが財政難に陥ったので約束したモラを出せないと言ってきたんです。フォンテーヌの法律体系は整っていると聞いています。もし彼が契約に違反したのなら、法廷に訴えることはできないのですか。はあ、それが裁判を起こすにしても一連の手続きを経る必要があります。そのため改定日はおそらく 1,2 ヶ月は先になるでしょう。そうなればどちらにせよ永遠の撮影の方は他から資金を募ってその問題を解決するというのは。それも考えました。しかし短期間でこれだけのモラを集めるのは難しい。何しろフォンティナリア英英祭の撮影時間は限られていますし。グザビエさん、もし私と彩香が無償で出演したいと申し出たら、今直面している問題を解決できますか。なんですと。そんなわけには。遠くからはるばるお越しいただいて無償で出演していただくなんて、
いやいや、それは絶対にいけません。グザビエさん、お気になさらず。お招きいただいた時から私とお兄様は元よりそのつもりだったんです。稲妻は鎖国を解いたばかりで、早急に他国との文化交流を進める必要があります。これまでフォンテーヌと協力することはあまりありませんでしたが、この旅が将来のために良い出発点になればいいと思っています。むしろこれこそ私どもシャブ業がフォンテーヌに来た真の目的なのです。しかし無償で出演していただくのはさすがにお二人に申し訳が。お気になさらないでください。この度は文化視察の名目でフォンテーヌにやってきましたが、正式な文化協力のためには誠意を示さなければなりません。この英英はちょうど稲妻とフォンテーヌの友好交流の証となるでしょう。個人的にも英英が無事に上映されることを願っています。もしまだ心苦しいと思われるのでしたら、フォンテーヌの文芸界の名士を何人か紹介していただければ。ああ、わかりました。ではお言葉に甘えさせていただきます。本当にありがとうございます。こうなれば家財を投げ打ってでもモラを集めなければ。もうそんなバカみたいなこと言わないの。私もブランドスポンサーの名目でいくらか出してあげるから。うちも出すで。今回あんまお小遣いを持たんと出てきたけど、ないよりマシやろ。なんて心優しい紳士淑女たちなんだ。はあ、俺は旅人と宵宮の二人は大丈夫よ。主演二人のギャラを省いて、さらにグザビエの貯金と私の協賛があればそれで十分でしょ。それに君たちにはモラを出すより力を貸してほしいの。え、力を貸すってどうやって？おいらたち永遠の撮影に関しちゃ素人だぞ。ほらグザビエ、泣いてないで撮影クルーにあとどんな人が足りないのか教えてくれる？わかった。今のところ足りないのはカメラマン1名、スクリプターが1名、裏方が1名。最初は自分で監督をやりたかったんだが、プロデューサーという立場だけでも忙しくて手一杯でな。監督と監督助手の2つの役職もまだ空いてる。カメラマンと裏方はわかるけど、スクリプターってのは何をするんだ？スクリプターとはカメラマンが撮影する際にカチンコを使ってシーンごとの情報を記録し整理する役だ。忍耐力と注意深さが必要な肉体労働だぞ。カチンコ！もしかして撮影の時手に持ってカチンって鳴らすやつか？そう、それよ。興味ある？あるある、ずっとやってみたかったんだ。じゃあスクリプターは君に任せるわね。裏方作業はうちの店の人に手伝いに来てもらうってことで、どう？グザビエ。ああ、それで行こう。あと、カメラマン役は旅人に任せたい。だな！こいつは撮影が上手だし、これまで写真機で旅の景色をどれだけ撮ってきたことか。俺もそう思う。以前一緒に作業をした時、旅人は撮影の構図にかなり詳しいと気づいた。きっと旅人さんは諸国を巡り歩いていろんなものを見ているからですね。たくさんのものを見るうちにレンズに何を収めるべきかが自然とわかるようになったのでしょう。どうだ、この役引き受けてくれるか？おお、ありがとう。本当にいいやつだな。さあ抱きしめてあげよう、親愛なる友よ。じゃあ残るは監督と監督助手だけだな。はいはい、うちがひとまず監督助手を引き受けるわ。
とにかく監督も手伝いしたらええんやろ。それならできるやろし。最後の監督は、ああ、最近フォンテーヌの有名な監督のほとんどは俺と同じように自分とこの栄養を準備してるから、暇そうなやつは思いつかないな。あれ、確かフリーナって前演出顧問として劇団の手伝いをしてたんだよな。監督に向いてるじゃないか。しかも家でゴロゴロしてるだろうし。フリーナ、あの方に本当においでいただけるだろうか。フォンテーヌの水神様の名前ですよね。お兄様からフォンテーヌで起きたことを聞きました。そうそう、そいつだ。少し前に劇団の手伝いをして、その流れで今監督の仕事を始めてるんだ。それは、そのミュージカルなら見たことあるけど、あの方の演技は完璧で、脚本も演出も素晴らしかったわ。過去の身分にビビってらんないんじゃない？これって考えうる限り最高の人選でしょ？それに行ってみなきゃわかんないわよ。わかった。千織さんの言う通りだ。英英のために。我が英英のために。ではお手数だが、旅人にパイモン、俺をフリーナ様のお屋敷まで連れて行ってくれないか。あの方が承諾してくれるといいが。私たちもご一緒しましょうか。いえ、この件でご迷惑はおかけしません。皆さんはフォンテーヌにいらしたばかりで、あちこち見て回りたいことでしょう。こちらは私に任せてください。これもプロデューサーの務めですから。わかりました。それでは吉報をお待ちしています。私は一緒に行くわ。あと手土産を持っていきましょう。オイラたちも行くぞ。フリーナとは付き合いがある方だし、それにオイラたちが提案したことだからな。よし、では今すぐ準備に取り掛かろう。手土産は、かつて水神様と崇められた方、どんな贈り物が喜ばれるのでしょうか。フリーナ様は指輪型の時計を愛用していたから、精巧なクロックワークを持っていくとか。あれ、お菓子じゃあかんの？ほら、フォンティナリアムースとか。え、ちょっと安すぎないか。確かにあいつはお菓子が好きだけど。今ってフォンティナリア祭の最中なんやろ。純粋戦の案内役のアイベルちゃんに聞いたで。フリーナの命令でお菓子をねだる風習に変わったって。彼女もお菓子が好きやからそうしたんやと思うで。私もヨイミヤの意見に賛成かな。贈り物が高価すぎるとかえって相手に気まずい思いをさせちゃうと思うし。よし、じゃあフォンティナリアムースを買いに行こう。けど本当にそれで足りるのか。こんな重大なことを頼みに行くっていうのに。うん、確かに足りない。フォンティナリアムースじゃまだ甘さが足りないと思う。え、これより甘いものがいるのか。そうよ、どんなお菓子よりも甘い贈り物を添えないと。それってなんだ。君たちの賞賛よ。